フィンランドのビールでは、フィンランドで製造される、ビールの概要について記す。フィンランドのビールの歴史は長く中世まで遡れる。現存する商業醸造所で最古のものは1819年に、ヘルシンキで創業されたシネブリチョフで、フィンランドのみならず、北欧に範囲を広げても最古である。フィンランドのビールオるビ10月13日は、シネブリチョフの創業の日であり。 これをフィンランドビール誕生の日として記念日になっている。フィンランドで大手の醸造所としてはシネブリチョフのほか、ハートウォール、オルビがある。フィンランドで製造されているビールはペールラガーがほとんどである。フィンランドのビールはアルコール度数によって等級が定められている。等級によって飲食店での提供やスーパーマーケットの種類コーナーなどでの販売可否が異なる。 ビールに限らず、アルコール度数が4.7%より高い酒は、国営企業であるアルコでのみ販売できる。また、販売可能な時間も定められており、販売開始は朝9時から。アルコール度数が低い酒は夜9時以降まで、アルコール度数が高い酒は夜8時までの販売であり、店そのものが遅くまで営業していても酒売り場のみシャッターが降りることもある。 飲食店でもアルコール度数22%を超す種類を提供する場合には免許が必要となっている。缶ビールは各サイズが販売されているが、瓶ビ,ビールは 330ml 入りの小瓶が主流となっており、ラッパのみされている。販売店では同じ製品であっても冷やした製品よりも常温ストックされている方が若干安く販売されている。 販売店の入り口付近にはリサイクルマシーンが設置されており空き瓶や缶を入れると少額ながら払い戻しがされるアルコール度数22%未満の酒は18歳未満は購入ができずアルコール度数22%以上の酒は20歳未満の購入ができないまた販売時に店員が顧客を30歳以下だと判断した場合には店員が 身分証明書の提示を求めてくるので、購入する顧客はこれに応じる義務がある。ピルカンマーケン・タンペレ市にあったブルワリーのピューニッキでは、1970年からアミールリー・アリアトパーロジェンと呼ばれるビールを醸造、販売していた。このビールの特徴は、ボトルや缶のラベルに世界各国の提督24人を描いたシリーズである。ホレーショネルソンや東郷平八郎などが描かれていた。 旧日記は1985年に倒産し、シネブリチョフに吸収されて、低得ビールの販売は続いたが、それも1992年には製造中止となった。2003年には、タンペルのマイクロブルワリーであるコスキパニーノが、シネブリチョフからライセンスを取得し、低得ビールの製造を再開したが、2004年末には、再び製造が中止となっている。日本においては、 日露戦争の日本海海戦で日本勝利の立役者でもある東郷平八郎ラベルのビールがフィンランドで販売されていることをもって東郷平八郎にフィンランド独立の恩庫があるフィンランドが新日国であるといった理解も少なくないまた東郷ビールとして日露戦争後にロシア統治下であったフィンランドで販売されたフィンランド独立を記念して販売されたと記された 日本の文献もある。しかし、提徳ビールは常実のように1970年発売開始であり、世界各国の提徳をラベルに描いたビールである。統合平八郎と戦ったロシア帝国海軍、バルチック艦隊のジノビールジェストベンスキーを描いたラベルのものも同時に販売されていた。フィンランドでの提徳ビールは製造販売が終了しているが、日本においては、 日本ビールが日本で製造したビールに統合平八郎を描いたラベルを貼り日本国内向けに統合ビールとして販売している。ありがとうございます。